ちらはアングリッドさんの公式のツイッターからになりますが、三田祭での瀬戸利の発表5曲になりますが、こちらに掲載されております内容になります。また11月23日土曜日15時10分からメインステージにて15分間のパフォーマンスという内容になっておりました。また非常に注目度が高かったデザイン新衣装ですね、こちらもこちらも大変見応えのある立派な素晴らしい衣装であったというふうに思いました。また三田祭の詳細についてといいますタイトルの内容になりますが、11月23日土曜日15時10分からアングリッドさんの出番はメインステージで行われましたが、1期生から6期生が揃った貴重な1年に1度の、ステージという非常に楽しみにという内容になっておりました。そして出演されました方々になります。また11月23日土曜日アングリッドさんの三田祭ライブは雨の中ということで、大変天候が悪い状態ではありましたが、たくさんの人が見に来られまして、とてもとても大きな盛り上がりを見させていただきました。では公式ツイッターに掲載されておりますアングリッドさんの何枚かの写真を見させていただいた後に、素晴らしいステージも見させていただくことといたしましょう。ポジションセット。